にちは。こんにちは。ソフトバンクの内川選手が退団するというニュースが飛び込んできましたけれども、はい、ねえ、昨日優勝して、今日退団っていうニュースはすごくやっぱあれだけの功労者だっただけに寂しいニュースだなっていうふうに、まあ、思いましたね。まあ、今年1軍に1回も登録されず、まあ、オープン戦の時から不振があったということだったんだけども、寂しいニュースだなという。で、内川は4度のリーグ優勝、6度の日本一かな、それを経験した人間が、まあ、2000本も打ち、そういった中であの中の輪に入れてないっていうのは、ちょっと不可解だったし、ちょっと寂しいなっていうふうには思いましたよね。以前横浜では一緒にされてたことですね。もう本当に2000年2001年か、内川と一緒にやりましたけど、まあ、その頃はショートサードとか、まあ、センターラインとかいろいろやってたんですけど、まあ、打つ方は非常にもう飛び抜けてるぐらいの素質があり、まあ、守備というのは、まあ、取るのはそんなに下手ではなかったけども、まあ、早急に難があったという。で、まあ、これは、キャンプの時に呼んで話をしたんだけども、腰が高くて3000万、腰が低くて奥稼げるんだったらどっちがいいって言って、あ、いや、じゃあ腰下げますとか言って、まあ、腰高だったから、守備とかね、まあ、そういう形で、指導してたのをちょっと思い出すけどね。まあ、そこからソフトバンク行って、まあ、海外の本当に素敵なバッティングを随所で、見せてくれて、まあ、ソフトバンクでの思い出っていう、俺が勝手に思ってるのは、山崎康明から日本シリーズで古巣の DeNA とやった時に、まあ、ホームラン、決勝ホームランを打ったというね、まあ、そういう思い出があるんだけども、非常になんかこう寂しいニュースですよね。今後はどうですかね。今後ね、はい、まあ、右打者ではやっぱ最高の打者だと自分では思ってますしね、まあ、どこ行っても働けると思うんだよね。ただ若返りを図る球団が多く、このコロナの影響で、まあ、ベテランたちを各球団がこう手放してるという、首を切ってる、整理をしているという中で、この移籍というのは、まあ、大変なことが起こるだろうなというのは想像できるんだけど、まあ、言えば阪神とか、あれだけ福留とか能見とか、ああいうベテランを切りながら、まあ、内川は取らないだろうなっていうふうには思うよね。ただあそこは右打者が優秀な素質を持ちながら、まだその力を発揮できてない、その先生役として内川を迎え入れるっていう手はあるだろうなっていうふうには思ってるんだけど、だけどそれをやるとやっぱ阪神ファンがやっぱ怒っちゃうかなっていうような気がします。だから、まあ、古巣ベイスターズに戻ってくるのもいいけど、まあ、ベイスターズがどういうふうな判断をするかなっていうふうには、まあ、楽しみにしてますよね。まあ、いろんな球団が考えられる中で、まあ、ヤクルトとか、まあ、巨人も右の代打という意味では非常に手薄なんですよね。だから右の代打を考えると巨人もあり得るなという。で、WBC でも原監督とは一緒にやってるだろうし、で、そういう人脈的なことを考えると、まあ巨人、原監督は難色を示さないという。ソフトバンクであれだけの実力者、ファームで3割4分打ってて、普通3割4分打ってたら調子が悪いなんていうことは言えないだろうし、まあ、その中で上げなかったっていうのは、まあ、チーム内での、まあ、ごたごたも多少あったのかなっていうのは、まあ、想像する中ではそういうことも考えられるという。ただ実力だけではなく、やっぱ内川という選手が扱いにくかったのかなっていう、
まあ、そういうことも、まあ、これは想像の域でしかないけども、そういうことも考えられるということを考えると、やっぱ原監督なんかはおそらく、内川をそういうことは抑えることができるだろうし、うまく使っていけるのかなっていう、まあ、そんな感じもするよね。だから、まあ、あのバッティングの技術と勝つための考え方をあれだけこう身をもって体験をし、まあ、あいつやっぱ言葉も上手だから伝えることができると思うね。だから、まあ、いい指導者にもなるだろうし、まあ、まだまだあと 2,3 年、まあ、うまくいけば 4,5 年もう使える打者だと思うし、まあ、代打としてね、まあ、スタメンじゃなくても、スタメンだったらファーストが空いてるところ、そうじゃなかったら代打でも十分活躍ができると思うので、まあ、諦めることっていうのは簡単なことでね、続けるということは大変なことで、その球団をまた変わるということで人間的な成長もできるということを考えると、まあ、どっかでやってほしいなという、絶対にね、まあ、あれだけのノウハウを持ってるバッターってなかなかいないですしね。まあ、伝え方っていうのは持ってても伝え方が下手な人ってたくさんいるし、で、あいつはやっぱこう頭がいいし、端的にものを喋るし、だからそういう意味では非常に、まあ、各球団のね、まあ、編成の人たちは絶対欲しいと思うよね。だからまあまあ内川はね、諦めずに、まあ、やってほしいと思いますけどね。じゃあこう若い選手を育てていくためにもこう重要な役割っていうこと。そうだね、なんて言うんだろう、選手だけだったら、まあ、それは物足りなさがあるかもわからない、まあ、結果が出ない時にね。でもその引退した後にものを考えると、あいつのバッティングの理論だとかもうほんとシンプルで簡単なので、簡単に伝えるっていうのは非常に簡単なものほど難しいと思うんだけど、それをあいつはうまく伝えられる。だから、まあ、例えば取材に行って内川とバッティングの話をする、本当にシンプルに分かりやすく、僕はこうやってますっていうのを教えてくれる。だからこいつ大したもんだなっていう感じることがいっぱいあったんだけど、だけどそういうものを将来的なことを見据えたら、そういうこともできる選手だけに、このままやめていってなんか消えていくっていうのが寂しいから、やっぱまだまだ生きていく場所はね、たくさんあるんで、まあ、頑張ってほしいなっていうふうには思うけどね。今回、まあ、内川選手としたら、こう戦力外のような形になると思うんですけど、そうだね、初めて一軍で出場がなかったっていうこともあって、どういう心境でしょうかね。まあ、寂しいよね。まあ、まあ、俺と被るかどうかわからないけど、俺は大量解雇の一人として、まあ、1シーズン働いた後に戦力外通告、まさかというふうに思った時に、やっぱすごい寂しい思いもしたし、自分で勝手にそのチームにとっては貢献をしてきたつもりだったんだけど、まあ、そういう切り方をされたという。で、内川も、まあ、4度のリーグ制覇、内川が移籍してからね、で6度の日本一、それも本当に貢献した男だし、その中で、まあ、一軍にずっと呼ばれない、でも腐らず野球に対して真摯に、野球に申し訳ないということでふてくされることもなく二軍の打席でも一生懸命立ったという、そういう真摯な気持ちを考えると、もう本当に、まあ、悔しいし、でもソフトバンクを恨むっていうことはないと思うのね。で、一番俺内川に反省してほしいことは、なぜ呼ばれなかったことか、何が原因なのか、そこを本当に考えてほしい。で、考えた時にもう一つ上の内川誠一に
たどり着くんじゃないかなっていう、そういう期待もしたいし、だからこれは移籍をしてまた新しい内川を見せてくれるというふうには信じてるしね。でやっぱり恨むことよりも許すことの方が人って難しいから、だから難しい方に挑戦をしてほしいというふうには思ってます。だからまあいろんなことがあり、まあシーズン途中からソフトバンクとはいろんな話し合いをしたみたいだからね、まあその中で今はもう対談するということはすっきりしてると思うけど、それまでの葛藤とかいろんなことを考えると非常に辛いシーズンだったなって。でもその辛いシーズン、それを来季のね新しいチームで爆発してもらうことを、期待してますよ、まあ非常に寂しいニュースだったけども、まあ、打ち勝って本当にまだ実績がなくて可愛い時からまた横浜で首位打者を取りっていう力をつけた時、また WBC でスーパープレーで日本を救ったこと、いろんな思い出があるんで、このままの形では終わらせたくないなという。だからぜひ他の球団行ってね、頑張ってほしいと思います。じゃあ新規行ってこれからも期待して、そうだね、はい、頑張ってください。